大手通信会社 KDDI が県と連携し地域の課題などを解決するプロジェクトを始めます。福島チャレンジマッチングは KDDI の社員が持つ情報通信技術などさまざまなスキルを県内の地域の課題解決に生かす取り組みです。 KDDI は年間業務時間の 1% にあたるおよそ2日間を社会貢献などに充てる業務の 1% 活動を行っています。この時間を使い県内の地域課題を解決するプロジェクトチームを作ることになりました。まずは県内の三大ブランド鶏の認知度向上プロジェクトなど2つのプロジェクトに取り組みます。県は KDDI の社員と派遣を希望する県内の事業者を仲介し地域活性化につなげていきたいとしています。